とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、新年2発目、タワーに登っていこうと思います。タワーが、あと2日かな、1月の4日か5日ぐらいに新しく更新されるので、もうここに登ることは少なくなってくるんじゃないでしょうか。2回目がね、めちゃくちゃ難しかったりするとちょっと嫌なんで、まあ今のうちに多めに回っていきたいと思います。では3回行ってみましょう。それでは1周目のボス行きましょう。1回やられちゃいましたね。23階の落石、あそこは死ぬ。ほんとせめてダメージ表示してくださいっていうやつよ。もう速攻死ぬでしょ、あれ食らっただけで。あれほとんど運だからね、あれ食らうか食らわないかって。今回めちゃくちゃ速かった。やっぱり強いね。虚無3が入るとすっげえダメージ与えれるんで、早い。1分以内で倒せるわ。さあ、なんだ、どうだ。おお、すごいな、すごいラインナップ。まあまあ影の衣は良くなかった。クールダウンもないし、良くないけども、イカ防具頼む、頼むよ、イカ防具本当に頼む。まあまあ魔術師良くないね。イカ防具来い。うわー、ひどい、ひどい。クールダウンがついてないよ。雷フォーカスもない。これどうする。まあ使い方としては、まあ帯電があるから、そうね、バーストボーストリングのやつとも合わせれるっちゃ合わせれるね。強いんだ。変更もついてるし。でも他が良くねえな。イカはどうなの。いや、これも良くないな。これひどいな。いや、イカひどいわ、これ。影の衣にしときます。うわ、これよ。いいやつは出たんだけどね。エンチャントが点でダメだわ。影の衣いきます。2周目。1周目の報酬やばかったね。あれの感じでいこう。あの感じで2周目、3周目。いっちゃおうよ。あれはやばかった。もうほんとね、エンチャが良ければもうマジで最高だったんだけどね。もう2つのうちの1つ。まあ、できれば俺影の方が見た目好きなんで、あっちの方がいいんだけどね。いやー、出ればマジ最高だったんだけどなー。ちょっと残念だったわ、ほんと。ちょっともう少しなのよ。もう少しで良かったんだけど。よし。サクッと倒して、おっと。ちゃんと虚無を入れてね。虚無を入れて、ダメージを稼ぎつつ。おー、ちょっと待って。ゴーレムやられちゃった。まあいいか。でここでゴーリスさん、あれ出ない。あ、1匹出たね。 OK、 1匹出たところで、よっしゃ、完璧やね。ゴーレムも出ておいで。やっぱこのね、虚無がつくとダメージが上がって、もう全然倒すのが早いもん。はい、し頼んます。2周目お願い。1周目の感じできて、1周目のあの感じで。どう？まあ。星なき夜はいいな。星なき夜は、まあまあ、エンチャ次第ではすごくいいぞ。まあ、横から見ていきましょう。ベノムグレイブは、まあ、一番左がよろしくないかな。もともと攻撃範囲が結構広いやつなんで、重力とはあんまり相性良くないし、まあ全体を見ても回復がついてない、いりません。ストームランダー。おー、いいね。いいよ。
旋風衝撃波がついて、で一番右は、まあ、クリティカルか輝きで選べるっていうところがいい。おお、悪くないね。どうだ？お、お、ちょっと待って。エコーがついてるぞ。黄金さんだ。まあまあ一番左をリフレッシュでいいな。うん、リフレッシュとは相性がいいから、リフレッシュ。で、真ん中を虚無。で、右がクリティカル追い打ち。どっちとも選べるね。おお、弱体化でも全然 OK。いいんじゃない？一発340万の星泣き夜。これでいこう。2周目はまあ当たりです。それでは3周目。1周目、2周目とかなりいい感じなので、ちょっとなんか波が来てるんじゃない？波が来てるよ。もうなんか1周目のあれが来てほしい、また。影とイカ。あれも最高だったな。エンチャントはね、もう全然ダメだったけど。でも、あの並びはもうエグかったね。あれはエグかった。マジでもう一回出て、あれ。最高だったな。クールダウンがついてればね、もうほんと即採用なんだけど、ついてないっていうのがね、クールダウン、ほんとに来てほしい。うん。お、お、1体だけ？あ、2体いるよね。よっしゃ、行くぞ。 うまいことビーストバーストが入って倒したね。はい、終わり。あとこいつらを殲滅しておしまいです。はい、では見てみようか。頼むよ、お願い、お願いします。最後、いまいちだなぁ。まあ、スライスは全然いらないけど、まあ、機械仕掛けは、クールダウン編成が来ればいい。で、英雄も、クールダウン1と、ポーションバリアがあれば、採用。見てみましょう。どうだ？ダメだね。ダメだね。やっぱクールダウンってなかなかつかないよね。クールダウンほんとつかないわ。こっちは？うわ、全然ダメ。なんだこれ。よろしくないね。全部いらないわ。いや、全部いらない、ほんとに。なんか使える？いや、使えないよ。まあまあ、英雄アーマー取って、これは、お供え物だね。はい、ということで、タワー3周、やってみました。惜しかったなぁ、ほんとに。一番最初のラインナップ、あれ、すごかったよね。影の衣とイカの防具が同時に出た。もう、最高だったわ。でも、これね、クールダウンないんだよね。雷フォーカスもついてない。まあ、実際のところ、お供え物だな。これとこれは。で、星なき夜は、これはありだよ。全然使いやすいと思う。エコーがついてるし、エコーそんなね、よろしくないけど、まあこれだけ振りが遅いやつだったらば、まあマシにはなるかな。うん。リフレッシュ。で、虚無。で、こっちを、そうね、追い打ちで良さそうなんだけどね。いや、これね、三つともいいのよ。クリティカル追い打ち弱体化、全部最高。追い打ちにしとく？そうね、追い打ちの方が、これだけ攻撃速度が遅いならば、効果がある気はするんだよね。追い打ちにしときます。はい。この星なき夜だけは、まあ、良かったです。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。